こんにちは。ネックス工業へようこそ。皆さんは韓国のサムスン電子をご存知でしょうか。サムスン電子は韓国を代表する大企業で、世界最大の総合家電、電子部品、電子製品メーカーであるサムスングループの中核会社です。日本でもサムスン電子製のテレビのような家電やスマートフォンなどは有名です。ギャラクシーはサムスン電子が展開するスマートフォンブランドで、実際に使っている方も多いのではないでしょうか。このように韓国経済の屋台骨となっているサムスン電子に異変が発生しています。というのも、サムスン電子の業績が急速に悪化しているのです。今回はそんなサムスン電子の異変にフォーカスしていきます。韓国経済を支える巨大企業、サムスン電子。サムスングループは韓国経済を支える屋台骨といえる巨大企業グループです。韓国の歴史を振り返ると、第二次世界大戦後の1950年に始まった朝鮮戦争は、韓国経済界に甚大なダメージを与えました。この戦争は北朝鮮に首都であるソウルを制圧されるなど苦しい戦況でした。西側諸国の軍事支援もあり、現在の北緯38度線に落ち着きますが、戦火の影響によって産業界は破壊されます。その影響で1960年代前半まで韓国は最貧国の一つでした。1983年、サムスン電子の創業者であるイ・ビョンチョルは、資源がほとんどない大韓民国の自然条件に適合して、付加価値が高く高度な技術を要する製品を開発することが第二の跳躍を図る唯一の道だとして、いわゆるハイテク産業に一気に投資を行います。特に半導体分野で先行する日本を目標に、東京支店が開設され、日本から韓国へ半導体製造装置の輸入を開始します。1988年に携帯電話を開発、1992年には10.4インチの DFT 液晶モニターを開発するなど、技術面でのレベルアップを着実に行い、現在では世界トップの総合家電、電子部品、電子製品メーカーという地位を築き上げました。特に1997年のアジア通貨危機は、国家経済の危機とは裏腹に、サムスン電子を強力な企業に成長させるきっかけとなりました。サムスン電子も韓国政府から公的資金が注入される事態となり、倒産寸前にまで追い込まれましたが、半官半民の韓国の将来をかけた企業として、グローバル企業として成長します。現在の韓国経済にとって、サムスン電子の稼ぎは欠かせないものとなっています。サムスン電子グループ売上高は韓国の GDP の 15% 程度となっており、韓国経済における存在感は群を抜いています。韓国の株式市場の時価総額に占めるサムスン電子の割合は 30% 程度に達し、投資家の間では韓国経済イコールサムスン電子という構図になっているそうです。国家全体の GDP の 15% 以上を一つの企業が作り出すというのは、非常にいびつな経済構造と言えると思います。118兆の損失、サムスン電子の業績悪化。韓国経済にとって2022年は苦難の年となりました。時価総額が1兆円以上の企業数も株価の下落によって減少しました。韓国取引所によると、昨年12月30日に時価総額1兆円以上の企業は42社を数えましたが、今月の20日には35社に減りました。時価総額は企業が発行するすべての株式の総額で、企業の価値や規模を表している指標です。時価総額が大きい企業ほど規模や資産が大きいため、企業価値が高いと市場から評価されます。信用証券リサーチセンター長のキム・ハクキュン氏は、主要国の利上げでこれまで低金利の恩恵を受けていた銘柄の価値が急落した上に、半導体景気鈍化と中国の封鎖による需要減少などが複合的に作用した結果と話しています。特に気になるのは半導体関連株で、もっと言えばサムスン電子の株価下落です。サムスン電子の時価総額は昨年末から 25.2% も減少し、韓国経済減速の要因となってしまいました。
前年同期比 31% 減、サムスン電子の営業利益。サムスン電子は10月27日、2022年第3四半期の業績を発表しましたが、営業利益は 31% 減となりました。その原因は明確で、半導体部門の減益により全社の営業利益が大幅に減少したという構図です。半導体分野での売上高は前年同期比 14% 減、営業利益は 49% 減となり、急速な業績の悪化が目立っています。サムスン証券のファン・ミンソン研究員は、コロナ禍を経て世界的にスマートフォン、家電、自動車などの需要を前倒しで使った状況、ここに今年中盤から急激に景気が悪化して半導体需要が鈍化したと分析しています。サムスン電子、業績悪化の真実。シンプルに言えば、近年のサムスン電子の大きなビジネスの柱となっていたのは半導体ビジネスです。韓国の総輸出額の5分の1を占める半導体産業の不振は、世界的景気低迷とアメリカの半導体対中輸出規制などの複合的な要素によるものです。短期的なものとしては、中国のゼロコロナ政策の影響が大きいです。新型コロナウイルスへの対応として、中国は世界でも類を見ないほどのゼロコロナ政策を取ってきました。この政策は経済活動や市民の行動を大幅に制限して新型コロナウイルスを封じ込めるもので、産業界に与える影響は大きいです。この影響によって中国向けの半導体は需要が薄くなり、結果として韓国のサムスン電子のように半導体メーカーが打撃を受けたということです。22年上半期における半導体の中国向け輸出額は前年同期に比べ約 52% も減少しています。中国としてもいつまでもゼロコロナ政策を続けるわけにはいかないというのが常識的な考えで、解除されれば半導体需要は回復するのではという見方もあります。韓国の半導体業界の問題点はより深く複雑であるということが市場から指摘されつつあります。メモリー半導体分野では圧倒的なシェアを占める韓国ですが、非メモリー半導体市場での韓国のシェアは2021年基準では 3% に過ぎません。非メモリー半導体は保存機能だけを持つメモリー半導体とは違い、演算、制御などの情報処理機能を持つのが特徴で、いくつかの回路ブロックが入るためメモリー半導体に比べて工程の微細化が難しいとされます。メモリー半導体分野の需要が拡大していくと予想されており、韓国の半導体産業は今後いかに開発していくかが課題となっています。サムスン電子は半導体ビジョン2030を発表し、2030年までに非メモリー半導体のグローバル1位を達成するために、研究開発および生産技術の拡充に約 11.6 兆円という巨額投資を行うとしました。ただ、ライバルと目される台湾の TSMC の技術力はサムスン電子の上を行くと言われています。7ナノ以下の微細工程技術を持っているのは TSMC とサムスン電子だけですが、さらに細かい5ナノではサムスン電子が遅れを取っています。TSMC がサムスン電子よりも早く5ナノ工程の製品の量産に着手しました。このように技術的な遅れは市場の主導権を失ってしまうことにつながっており、苦しい戦いが予想されています。さらに言えば、半導体市場が利益を出しにくいレッドオーシャンとなってしまうのではないかという懸念があります。いわゆるライバル企業の躍進による半導体の値崩れです。半導体は様々な製品を製造するために絶対必要なものとなっていますが、それゆえに自前で半導体を用意するという動きは強いです。例えばこれまで韓国の半導体の有力な輸出先となっていた中国ですが、中国企業の半導体技術の進歩は早く、自前で半導体を用意しようとしています。中国企業は技術的に求められる水準が高い非メモリー半導体を一旦諦め、メモリー半導体に集中するという報道もあり、そうなれば競合するのは韓国の半導体産業です。そうなった時には価格競争をする必要があり、これまでのような高い利益を望むことはできないということになります。
こうなってしまうと企業にとってはまさに利益を出しにくいレッドオーシャンとなります。この状況を打破するためには韓国の半導体産業が競争力を持ち続ける必要があります。ただそれは簡単なことではないというのが正直なところだと思います。このように韓国の半導体産業は大きな岐路に立たされており、電子部門でトップのサムスン電子の動向は非常に注目を集めるところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。またツイッターと LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。